シリーズあやとり一瞬芸のおすすめです。オンライン時代は動画映えが大切ですね。すべて3点以内、菊池流現代の糸芸です。一瞬芸と言いますのは、一手または1、2、あるいは1、2の3と、この3手以内を一瞬芸と見てよろしいかと思います。親指小指にかけて1回引っ張って、2回また引っ張って、はい、引っ張り出して3本指を入れて手の甲に回して、ここを引っ張り下ろすと。ご存知、熊手ほうきですね。これまでにも取り上げたことがありますが、一瞬芸という観点からスポットを当ててみましょう。今の取り方、5手かかりましたね。1手、2手、3手、4手、5手ね。これを3手でプレイしてみましょう。1、2、3、はい、3手で熊手ほうきができました。ちょっと短めですが、まあ、この方が熊の手らしく見えますかね。熊の手に似ているから熊手ほうきと呼ばれているかと思います。5手かかるのを3手に、縮めましたが、まず滑り出しね、1手2手かかるのを1手で済ませます。こう下ろしていってね、これこう下ろしていって上がってきたのをパッとこう捕まえてね、こっち引っ張り込むね。こうしますと1手で済みますね。非常に簡単な動作です。こう下げていって向こうが上がってきますからね、パッと捕まえてこっち引っ張り込む。こっちはまあ自然に離れますね。こうし、これ1手で、次普通なら両端こうつまんで引っ張り出して1手で2手3手かかりますが、これをこう引っ張り出したらこの紐がこう上がりますね。この紐の動きよく見てください。上がりますが、上がりましたね。上がってここまで来ましたね。ここまでね、ここまで来ましたね。ここまで来た紐、次こうやってその上がった紐をまたこうつまんで下ろすわけですね。ですから上げる必要がないという理屈になります。この状態からここを引っ張り出して、こうこれが上がっていきます。この上がっていった紐をまたすぐ引っ張り下ろすんですね。こう上がっていきました。でここに来ましたね。ここにね、これこう手の甲に回して今上がったばかりの紐をまた下げるわけですね。こうして、だからそもそも上げる必要はないということになります。ということはもうこれでいいんですね。この紐上げる必要ない。これがまず第一のポイント第二のポイントは、今こう持ってますが、この親指と人差し指でね、これこう下げて
ぐっと下げて指をこう入れてますね。これもよく考えてみますと、ここに下げる必要ないんですね。結局これを下げて、ぐっと下げて、こう下げた紐にこう入れてますね。ですからこの状態でかけても同じことなんですね。こう下げてこう指をこう入れてる感じだけど、この場合指を入れるというよりもこの紐をかけるという感じね。かける、これでも全く同じことなんですね。下げずにこの段階でこうかけても同じことですから、まとめて申し上げますと、この段階からこうつまんで引っ張り、あ、これあのまあできたら蝶々作った方がいいでしょうね。こうやってね、蝶々、かわいい手のひら乗るぐらいのね、かわいい蝶々をね、そしてこれをこう押さえて引っ張り出して、で下げる必要ない、下げる必要がないことは向こうの紐も上に上がらないわけね。このままでこうかけて、でこうすればたちまちできるわけですね。この方があの熊の手らしいかもしれませんね。少し短めでね、以上まとめてもう一度プレイしますと、まず最初の段階、滑り出しね、これで一手節約できますね。1で2でこう、2でこう出して、このここで止める、2で3でかけたらたちまちできますからね。これで全体を通して5手かかるのが3手で済むというね、一瞬芸の条件にかなうことになります。でもまああの3手で熊手放棄、ここに書いてますけどね、5手かけるのも良い運動と、3手の早技一瞬芸で熊手放棄できるんですが、この方が優れているという意味では全然ないですね。5手かけるのも良い運動と、バイトの本なんか載ってますように、1手2手かけて、でまた引っ張って3手かけて、で4手向こう持っていって5手と、こんな風にした方がね、大きなこう運動になってね、子供たちこういう大きなモーションの方が快感があるというかね、やったーできたーとね、そういう喜びが爆発するのにいいんじゃないでしょうかね。まあ僕ら高齢者にとっても良い運動になりますね。大きなモーションでね、1、2と、で3で4、5とやったーとね、こんな風に大きなダイナミックなね、大げさな、この手から肩から全部使ってやる方がね、良い運動になるでしょう。まあどちらがいいの悪いのいう、そういう話じゃないですね。まああの遊び心で一瞬芸3手でプレイするのも面白いんじゃないですかというね、まあ、 あの遊び心というのは人生にとって非常に大切ですからね。小さな子供たちがね、こうやってね、1、2、3とか言ってね、はい、一瞬芸早技ですとか言ってね、たちまちできましたいうのを
この方が熊の手に似てるでしょとかいう、なんか生意気言ったら悪いけどね、なんか可愛げがないですね。子供たちがこんな風にね、小手先でなんかこそこそ作ってるような感じでね、やっぱり子供たちは大きなモーションでねこうやる方がね、可愛げがあってね好ましいかと思います。で今さっきちょっと申し上げましたが、この形でちょっとこう左右を引っ張って蝶々を作る方がよろしいかなというね、まあ、我が流派では必ず蝶々を作るようにしてますが、この形ね、こんなふうにこう引っ張らずにね、こちらの手でこう引っ張らずに単独でこちらだけでできるんですね。つまりこう持っといて、こここう紐2本つまんで外側に回して内側に持っていく、小指の紐もね外側に持っていって内側にこう持っていく、これでたちまち蝶々ができますからね。この引っ張ったりせずにここだけで仕事ができるというね、そういう技もありますね。でここだけで仕事をして、で引っ張ってちょっと出してかけてこういうふうに持っていけばね、こちらの手全然使わずにこちらだけでね全部仕事が済んでしまうというね、そういう話にもなります。ということはこの状態から左右かけてこちらこう回して回してね、まずこちらに蝶々作って、こちらも単独でこう回して回してね、で蝶々作って両手に蝶々にして、で左右別々に引っ張ってかけると、こちらもちょっとこうちょっと引っ張り出してかけると、これで紛れもなく両手に熊手ほうきができますね。こういう技もありますね。まあ今のプレイ こうつまんで外側に持っていってこうしたんですが、親指の動き注意しますと、こう紐をこうするということはこうやってるわけですね。親指が動いてると見ればこうやってる、小指が動いてると見ればこうやってるわけですね。ですからこの状態でこんな風にこうやってもできるわけですね。まあ、だいぶ余談になりますが、ということは両手この構えから左右同時に別々にこんな風にねやれば、はい、左右別々にこの形が蝶々ができて、で同時にまた別々にほうきができるというね、はい、できました。こういう話にもつながっていくわけですね。別々にこう小回りほうきがねこうできましたからね。まあ一瞬芸シリーズいろいろね、早技といいますかね、こういう観点からスポットを当てますと、またいろんなね新しいあやとりの可能性展開が開けてくるような気がします。どうも。はい。See you again.